どうも皆さん、こんにちは、ケンです。いきなりなんですけれども、最初で最後のプレゼント企画をやりたいと思います。イエーイ。もうね、ツイッターとかインスタグラムでかなり、リツイートとかされてるんで、知ってる人もいると思うんですけども、ちょっとね、不要になったキャンプ道具があまりにも多すぎて、まあ200点ほど、大小200点ほど、まあ、正確に数えたわけじゃないんですけど、あるんで、こんな感じでもう段ボール用意してるんですけども、皆さんにプレゼントしたいなというふうに思います。応募方法は簡単です。僕のツイッターをフォロー、そして YouTube のチャンネル登録をする、これだけですね。で、ツイッターから15人、インスタグラムから15人選ぶんで、ツイッターとインスタグラム、フォローしてくれたら、まあ、当選確率は倍っていう感じになります。合計で30名様の方に、プレゼント企画したいと思います。で、どんなものが届くのかというと、まあ、ここら辺にその大体こう集めてるんで、まだねあっちにもたくさんあるんですけども、ここら辺に大体あります。もう僕が不要になったキャンプ道具を、皆さんに、お譲りしようというふうに思います。で、倉庫に長期保存だった、大体もう撮影で1回しか使ってないんで、もうほぼ新品なんですけども、倉庫で長期保管してたんで、こんな感じでちょっと分かります。これカビ生えてるんですよね、これ袋が。なんですけど中身はもうピカピカっす。中身は1回しか使ってないんで、もうほぼ、ピカピカなんですけれども、どれがいいかな。キャプテンスタックのこれとかも結構カビ生えてるじゃないですかね。で、こういうのも、まあ、中身はこんな感じで1回しか使ってないんで、もう結構ピカピカですね。1回は使ってるけどっていう感じです。ただ、倉庫で長期保管してるんで、側は、カビてるっていう感じですね。まあ、こういうのが送られてきます。大体全部1回しか使ってないですね。まあこの辺とかはこう新品なんですけども、いくつか新品あります。で、こういう風に、ダッチオーブンとかもだいぶこれ結構年季入ってるんですけど、まあこれも洗わずにね送ります。そのまあ不要品だからといって、こうメルカリとかで売ればいいんですけども、メルカリで売るならまあちょっとやっぱ綺麗にして売らないといけないじゃないですかね。で、まあちょっと品数も多いし、いやもうめんどくさいから、まあこれやったらまとめてプレゼント企画として、手放そうかなというふうに思ったっていう感じですね。これとかはね結構なんだっけ、これミスターパップっていうテントなんですけど、これは新品ですね。さっき、袋から出して、さっき出しました。だいたいテントとか、テントとかコット、ネイチャーハイクのコットとかあるし、バンドックの、ツーリングテントだったり、これもネイチャーハイクのコットですね。で、焚き火台がめちゃくちゃたくさんあります。ここ全部焚き火台コーナー。寝袋とかもあって、リュックとかもあります。で、リュックもここら辺とかちょっと汚いですけれども、こんなん洗えばねどうにでもなるんで。あと焚き火台もここにありますね。これ天幕の焚き火台とか、あと外のスモークスターターキットとか、あとコップ、ランタン、メスティンとか、まあ、本とか、まあ、ここら辺台紙含めたら200点ぐらいあります。で、こっちにもあって、まだねいろんなとこにあるんですよ。これ枕ですね。枕とか、これはね新品ですね。なんかテーブルスタンドみたいなやつとか、これクッカー新品とか、なんかこうとにかくたくさんあって、もうわけわかんないですね。これは車の後ろにつけるやつとかね、こういうやつですねとか、なんでアレクサ入ってんだろう。鍋敷きとか、テントとか、椅子とか、とにかくもうたくさんあります。テントもたくさんあるし、焚き火台もたくさんあるし、ランタンとかもたくさんあります。で、まあ、30箱ここにね、頑張ってさっき設営したんですけども、段ボール設営するだけ20分ぐらいかかった。まあ、こんな感じで、送ろうかなというふうに思います。まあ、テント1個とか、焚き火台1個とか、あと小物が数点みたいな感じで、だいたい1人1箱、まあ、1万5000円ぐらいから2万円ぐらい、まあ、だいたい価格的にはそのぐらいになるように送ろうかなというふうに思ってます。そうね、大体まあテントね、テントと焚き火台とまあ小物みたいな、そんな感じで思ってくれたなというふうに思います。で、まあ、30人選ぶんですけれども、とりあえず詰めます。さっきのテントとか寝袋とか全部詰めて、全部封をして、もう適当に伝票貼るんで、誰に何が届くかわからないという感じになります。僕も30個は把握できないし、発送するのは匿名発送みたいなやつでやるんで、誰がどこに行くかわからないので、何が届くのか楽しみ。僕も どれに何を入れたかわからないという感じでございます。だいたいね1万5000円ぐらいで、
やるので、まあ楽しみに、なんかクリスマスプレゼントみたいな感じですね。ただ、送料だけはちょっとあのご負担ください。送料だけ熊本から、着払いでお送りするので、まあ、北海道とか住んでる方はちょっと高くなるかなと思うので、注意してください。で一応ね、あの段ボール120サイズを20箱を140サイズを10箱買ったんですけど、宅急便黒猫山田が着払いで届くっていう感じですね。まあ、大体でもまあまあ2000円いかないぐらいじゃないですかね。分かんないけど、こういうところで簡単にですけども、プレゼント企画の、説明をしました。もう一度おさらいなんですけども、応募方法は僕の YouTube チャンネルを登録することをして、ツイッター、僕のツイッター覗いてもらったら、プレゼント企画のやつがあるんで、僕の、ツイッターをフォローしてそれをリツイートしてください。リツイートしたら完了です。8月今日17日なんですけども、17日時点で1600リツイートぐらいあるんで、そのツイートをリツイートしてくれたら OK です。インスタグラムの応募方法なんですけども、インスタグラムはまずは YouTube のチャンネル登録をしてください。でその後にインスタグラムの僕のアカウントをフォローしてください。その後、僕のねストーリーに、プレゼント企画のストーリーを、上げていますので、それをスクショしてアットモロケンゴーって言って僕のタグ付けメンションしてから、自分のストーリーに、上げてください。まあ要するに拡散ということですね。そうしてくれたら、僕の方に通知が来るんで、それで、応募完了となっております。で、ツイッターの方が、1600分の15で当たる確率ちょっと低くなっちゃったんですけども、インスタグラムまだね300応募ぐらいしかないんで、300応募の15人当選するんで結構確率高いので、まあ、どちらかというと、まあ、インスタ、まあ、どっちともねやった方がいいと思うんですけども、インスタはまだまだ結構応募数が少ないんで、インスタグラム結構チェックしてほしいなというふうに思います。ということで、まあ、プレゼント企画、本当はねあんまプレゼント企画ってしたくないんですよね。まああんまね、これで多分当分プレゼント企画することないと思うので、最初で最後の、キャンプ道具200点、を30名に、お配りする、お譲りする、結構大きなプレゼント企画なので、ぜひ応募してほしいなというふうに思います。ということで、応募締め切りは、日曜日21日の23時59分、まあ、24時までということで、2日3日ぐらいあるので、まだ応募してない方はぜひ、僕の、まあ、ツイッターを見てくれたら分かりやすいかなというふうに思います。ということで、バイバーイ。